J-WAVE WOW MUSIC を聴きの皆さん、こんばんは、スカイハイです、今週も始まりましたクリエイター同士による音楽座談会 WOW MUSIC、前回は菅佐野さんを迎えしましたよ。まあ本当に楽しかったですね。なんか曲も作りたいですけどね。普通に面白い人でしょう。インスタのねストーリーとかぜひね見てあげてほしいですよ。ぶっ飛びますよ。みんなとんでもない下ネタが飛び交ってます。さあ今日はユニゾンスクエアガーデン1020の斉藤光介さんをゲストにお迎えして深夜に音楽対談をお届けしたいと思いますよ。もうほんとね、高校の一個上の先輩っていうこともあって、まあユニゾン田淵さんなんか中学からの先輩なんだけど、エピソードはね出し尽くしたのではないかと言われているので、ちょっと新しいところをね出せるように頑張りたいです。それがきっと未来につながる、そんな良いふうに思います。J-WAVE WOW MUSIC、 今日はユニゾンスクエアガーデン1020の斉藤光介さんをお迎えいたしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、ようこそいらっしゃいまして、うん、ありがとうございます。こちらこそ。今日は日高くんって呼んで大丈夫ですか？何でも大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですか？はい、おいとかでも大丈夫です。何？おい。そこのとかでも大丈夫。おい、そこの。年に1回は斉藤さんと対談させてもらわないといけないみたいなとこあるじゃないですか。去年しなかったけどね。去年してないですよね。コロナ禍だから。ですね。そうなんですよね。2人で喋らせていただくの3度目くらいですか？4度目。ああ、3度目。そうかもしれないですね。3度目。雑誌もあるから4度目ですよ。そっか、はい、うん、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はねユニゾンの話もそうですけど、でも1020の話とかは確かにあまり一緒にさせてもらう機会なかったかもしれません、うん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 、ただ1020と一緒にライブをしたことはあるというね。配信ライブでしたけど。そうなんですよ。楽しかったですよね。だから結構縁深いところもあるので、うん、まあ、まずはじゃあユニゾンスクエアガーデンの話をしますか。はい。後々の1020のところにもつながってくるかもしれないんですけど、うんうん、ユニゾンスクエアガーデン、そういえば楽曲を田淵さんがこう、はい、ほぼクリエイティブをコントロールしているっていうのって、うん、どの段階で決まってた話だったんですか？同じ高校に通ってたじゃないですか、はい、でその時に僕はもうすでに田淵とバンドやってたじゃないですか。やってました。でもう一人ボーカリストがいて、僕はギターだけを弾いてた、はい、でこのバンドは高校いっぱいで区切りをつけて大学に上がったら自分がギターボーカルをやるバンドを組みたいと思ってて、うん、そうですよね。そうだから立ち上げは僕だったんですよ、はいはいはい、ユニゾンスクエアガーデンので、田淵と高尾を誘ったんですけど、はい、田淵も曲作れるし、はい、自分も曲作るぞって言った時に、自分が1曲作る間に田淵がもう10曲ぐらい作ってくるから、この人曲作るの好きなんだなって思ったし、はいはいはい、そこにこうバンドへのモチベーションを持ってる人だし、何よりその作ってくる曲がすごく楽しかったんですよね、はいはいはい、演奏して歌うのが、うん、だからもういいやと思って任せます、信用して任せます、僕が一生懸命ギターで歌いますっていう風になったから、だから結成してもう本当最初はやる気満々でしたけど、3ヶ月ぐらいした頃には、あ、もうこの人に全部任せよう。結構本当に早かったんですね。そしたらここ数年がその傾向が顕著になってただけかもしれないですけど、うん、展開の多さとか決めの多さとかいうのは年々増されていってるような気がするんですけど、うん、そうですね、うん、初期から田淵節というかその得意性みたいなものってあったと思うんですけど、うんうんうん、それはなんかこう発起人の斉藤さん的な思っている音楽像みたいなものとすぐマッチしたんですか？一番最初の最初はまた高校の話になるんですけど、はいはいはい、僕の1個上の先輩に、僕の1個上の先輩の1個上の先輩がいる。そうです。だから日高くんが1年生の時の3年生の代に、一番怖いやつじゃないですか1年生から見た3年生は怖いですけど、はい、2年生から見た3年生も結構その憧れの対象で、はいはい、でその先輩が3ピースギターロックバンドをやってて、はいはい、下北沢のライブハウスでこうオーディションを受けたりとかして、はいはい、それに合格して夜の部に出たりとかしてるのが自分からすると超かっこよくて、かっこいい、最初はそれになりたかった、はいはいはい、たんですよ。あの田淵も一緒にライブ見に行ったりとかしたんだけど、はい、それになりたいぞっていうところで、うん、なんちゃってそのバンドみたいな曲を最初のうちは作っていて、はいはいはい、続けていくにあたって曲がどんどん増えていってグラデーションでだんだん今になっていってるから。そうですよね。だから、まあ、最初からあったような気もするし、例えば5年前の田淵の曲と今の田淵の曲も全然違うから。そうですよね。なんかそういう意味ではずっとこう田淵節が更新されていってる感じ。そうですよね。うん、でもなんか日高くんにも似ていて、田淵って、はいはいはい、ずっと進むことで自分を保つ人、マグロのような、マグロのような止まると死ぬというですね。そう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 。だからそのこれ入れたいあれ入れたいっていう
のは最初からあったかもしれないですね。結構じゃ あの活動初期からその方針でこう行くこととかは違和感なくやられてたっていう感じなんですかね。プロ志向ではなかったので。あ、そういうことか。だから違和感とかじゃなくて、はい、楽しいか趣味、はいはい、うん、だから楽しいなっていうことと、あとお客さんが最初ステージに立ってる人数より少なかった2人とかだったのが、ね、なんまあ、10人になったりとかで、手売りの CD が何枚売れたみたいなのをちょっとずつ増やしていくのが楽しかったら、本当に運よく大人の人の目に留まってプロになれたっていうのがユニゾンスクエアガーデンなので。なるほど。早かったですよね、世の中に出るの。メジャーデビューというか、大学1年生で結成して4年生が終わる頃に CD 出したっていう感じですかね。そうでもそのくらいですよね、はい、ロックバンドの方とかの徐々に増やしていったりとか、うんうんうん、世の中に出ていくまでのそういうプロセスみたいなものがいまいち裸になくて、どうやってお客さんって増えていくんですか。それはあなたの方が知ってるんじゃないですか。だってなんか多分下北沢で口コミでみたいなことなのに、時代がここ15年とかであまりに変わってるから、はい、まあ、そうなんですよね、うん、確かに今はソーシャルネットワーキングサービスでがありますから、またちょっと違うかな。インターネット以降は確かに違うなという気がしますし、それこそヒップホップラップ界隈とかでも先に曲が走るっていうことの方が普通だったりするので、パコパコ作ってパコパコ上げてっていうのが多いですけど、当時のそのロックバンドカルチャーみたいなものはすごい興味ありますね。なんかドラマチックじゃないですか。最初はもう本当に自分でお金を払ってチケットを自分で買い取って、そうですよね、ノルマが、でそれを売ってっていうやり方をするから、なんならライブやるごとに赤字、はいはいはい、でライブをやるためにお金稼いでバイトしてみたいな繰り返しだった、うんうん、だけどそれを続けていく上で対バンって言って、まあ 5,6 組がその一堂に会して25分ずつとかのライブをやっていくんだけど、その中でこう楽屋で今日かっこよかったですねみたいな話をして仲良くなって、で中にこうシンパシーを感じあってみたいな人もいて、でそういう人を今度自主企画ライブって言って、自分でこうライブハウスの店長と話してブッキングして呼んでライブをしてみたいなことをやっていく行くと、だんだんこう、まあ、それこそ学校と一緒だけど仲良しグループじゃないけど、はいはいはい、こことここは仲いいとか、こことここは交わってそうで交わってないみたいなのがだんだんできてきて、わあ面白い。でその中でもイケてるグループとか、はいはいはい、お客さんいっぱいいるグループとか、はいはいはい、尖ったことやってるグループみたいなのに分かれてって、はいはい、戦争が始まるんですね。平和な戦争が始まってでやっぱりそのカルチャーが好きな人っていうのはそう少なくない人数いたんですね。でそういう人たちが例えばユニゾンスクエアガーデンを見に行ったら、当時よく一緒に対バンしてたニコタッチズ・ザ・ウォールズを知って、あやっぱりニコタッチズ・ザ・ウォールズの方が好きっていう、なんかそのなんかあっち行ってこっち行ってみたいな中でだんだんこう実力のあるバンドにちょっとずつ人が増えてって、でその人が増えていくと、はい、あ人が増えてる、人がたくさんいるぞあそこにっていう人がまた増えてって、そうですよ、ね、っていうその雪だるま方式というんですか、はいはいはい、雪だるま方式で、うん、その時のそういうなんか呼んだり呼ばれたりした仲間って、うん、他にどういう方がいらっしゃるんですか。ニコタッチザウォールズ、あんまりメジャーデビューしたバンドが思い当たらないけど、あ本当ですか。もうちょっとするとビッグママとか、そうですよね、 あとはスミカになる前のバンドとか、あそうなんだ、そういうこともあるんですね。とかかな。斉藤さんがギターを弾いて歌ってきたユニゾンの曲の中で一番大変だった曲はどれですかと。あの田淵の作る曲に対してすごく思うのは、歌わない人の曲作りだなっていうのはすごく思ってて、ね、うん、これってなんか知ってるって思ったらちょっと小室哲哉さん的なトライの仕方っていうのかな。やっぱ高校の先輩だけあるんですかね。高校の先輩なんでね、小室哲哉さん、はい、小室哲哉はそうですよね。こう歌い手のその気持ちいいところよりももうちょっと高いところとか、うん、もうちょっと音数のちょっとだけ多いところみたいなところに歌ってる人の本性が現れるじゃないけど、いや本性現れますよねなんかそこを試してるというか感覚的に好んで作ってるんだろうなっていうふうに思うんですけど、まあ、それの始まりだったなって思うのがファーストアルバムのウィンドウを開けるっていう曲 で、 あ、はいはいはい、であれってギターのフレーズから始まるんですけど、うんうん、1,2,3,4 んったったったんったったったなんですけど、その、はい、普通に聴いてるとたったった
タッタッタに聞こえる、あ、はいはい、その1拍目がどこか分かんないっていう曲なんですけど、今思えばあれを受け入れてしまったから今があるんだなっていう。ああ、なるほど。面白いことしたいなっていう感じがやっぱ強いでしょうしね。普通ではいけないみたいな。そうですよね。ところは、まあ、田淵はもちろん僕にも高尾にもあるので。そうですよね。続いては新しく結成した1020についてお話をね、はい、させていただきたいと思います。スッティですよね。スッティ。スッティは僕どこで初めて会ったんだっけな。いやでもやっぱ斉藤さんの企画されてたライブの時が初めてだったかな。ああ、そうかもしれないですね。そうですよね、うん、ひょっとしたらその前にも同じ現場にいた可能性はあるんですけど、ちゃんとお互い認識したのは多分あの時だと思うんですよね。まあ言ったらそういったユニゾンスクエアガーデンを活動している中で1020をこう発表したわけなんですけど、うん、何かそれはこうタイミングはなんか測ってることもあったんですかね。めちゃめちゃありましたね。それこそ日高君に出てもらったあのイベントは、そうですよね、僕が一人でステージに立って、うん、でもう一組一人で来てもらって、それぞれと交わったもので一個のライブにしていくっていうイベントだったんですけど、はい、それの裏テーマというかその1020の布石になればいいなとは思っていて、その時から、はいはいはい、でユニゾンスクエアガーデンをやりながらそこだけでは表現しきれない音楽っていうのがもう自分の中にあることが分かってて、うんうん、ただその、ね、それこそトリプレイをやりながらスカイハイをやってた日高くんはもう超すごいと思うけど、両立ってやっぱすごく難しくて、はいはいはい、特に見られ方、はいはいはい、どっちかに迷惑をかけるわけにはいかないっていうところが、はい、自分の手に負えない部分ってあると思ってて。なるほどなるほど。そうですよね。そうだからそこのタイミングをすごく測ってました。それがこうベーシストとの、 あの2人バンドっていうのはどういう流れでそうなったんでしょうか。まあ、そのイベントをやるにあたってオリジナル楽曲を作りたい、はい、でそれを自分で1から10全部作るのもいいけど、ギターと歌の人だからそのベースとかドラムとかその他もろもろは素人に毛が生えたレベルしかわからないから、だったらもう持ち屋に、ね、持ち屋にお任せして一番こう質の高い持ち屋いい持ちをくださいと、いるんでストー君に頼んだらすごく楽しかった、ワクワクしたっていうのがあって、うんうんうん、でそれを何回かやる中でアレンジャーとしてストークを招くっていうよりかは一緒にストークにも伸び伸びやってもらった方が楽しそうだなと思って、うんうんうん、で2人でバンドになったっていう感じですね。結構ストーさんもプレイヤータイプですもんね。なんかメンタルマインドセットというか、まあ、そこで育った人なので、その、はいはいはい、多分本当はバンドをやりたかった人なんだけど、うんうんうん、腕一本でいろんな人から呼ばれて、でそこに顔を出したらまたいろんな人から呼ばれてみたいなところで今あのすごく売れっ子になってる人だから、そういう意味ではすごくプレイヤーだけど、でも彼はバンドをやりたいはずですね。みんなバンドを組みたいのかな、プレイヤーの方々。どうなんだろう。でもスカイハイのライブ見てて思うけど、バックメンバーはもはやバンド。うちはもうバンドです。ですよね。バンドだなと思ってますね。でもちろん他の現場でも演奏される方々。そうなんですよね。だけどスカイハイのライブの時はもう全部でスカイハイ。そうそうそう。そうなんですよ。だから嫉妬まではしないですけど、あ、今日は違う人の現場にいるなとか思ったりします。うちの場合はナチュラルボーンじゃないので、みんなスタジオミュージシャンをやられてるとこから集まって集まって少しずつ増やしていってこうなっているという感じなので、その分こう尊いものはありますね。しプレイヤーで出会ってるとこから関係を深めていってるから、音楽にいつでも立ち返れるというか、信頼関係がそのまあ腕であったり音楽感であったりで築けてるっていうのは実は健康的な結成の気もしますね。なんか僕も一回同じステージに立たせてもらったじゃないですか、はいはいはい、ロッキンジャパンとか、うんうん、みんなこういろんな現場で演奏されてる超一流プレイヤーたちだけど、スカイハイのためにっていう日高くんの求心力によるものがすごく大きいなと思ったんですよ。ありがとうございます。それはなんかこう意識して束ねようとしてるのか、それとも音楽を一生懸命やってだ結果みんなが賛同してくれてるのか。いやでも そうなんですよね。それでいうと本当一生懸命やってるだけではあったので、あでも今おっしゃってくれたようなことを後発的に自覚するようにはなったところがあります。基本的には一生懸命
やって一生懸命頑張るということしか当たり前しかないんですけど、うんうんうん、あと言われるし多分船長とか船長そういうのもあるかも。故障みたいなものもあって、うんうんうん、でも当然その曲を作ってもろもろ構成組んでっていうことをしていくから、うん、そういう指示系統としてはこちらからお願いすることも多いし、うん、こういうふうにやっていこうって話することが多いから確かに船長なのかと思って船長ならば船長らしくしないとというので自分にとっての船長らしくが果たしてどういうものかっていうと多分そんなに世の中の方々が思ってるような船長らしさではないと思うんですけどふざけながら楽しくやらせてもらってますね。ちなみに1020はどちらが船長なんですか、はい、あすいませんそんなにこうあれ僕がルフィではいはいはいスッティはスッティサンジサンジなるほど料理作りそうスッティ確か料理うまいんですよね大元がやっぱ僕がやりたいって言って始まったこと で、ね、僕のソロのワーク、うん、ソロワークのお手伝いをしてくれってそのストークに頼んでるのでそれこそさっきあれでおっしゃってましたもんねアレンジャーとして迎えるのではなくってことは、まあ、アレンジャーとして迎えるっていう選択肢も当然あったと思うのでではなくこうバンドにしてったっていうのはなんかやっぱ面白いですよね。そうですね。スッティは職人で、はい、やっぱ音楽にすごく長けてるし、はい、なんか名だたるアーティストの背中を見て演奏してる人だから。そうですよね。だからそこで培ってきたものって大きくて、僕は僕で海賊王になるぞっていうのはやっぱ胸に秘めてやってるから、なんかそこのバランスで今は進んでるかなっていう感じはします。なるほどです。続いてはライブをテーマにいろいろ伺いたいと思います。はい、ユニゾンスクエアガーデンでライブをこうすごいぞって話題になって来だした頃のトピックってやっぱいっぱいあったと思うんですけど、斉藤さんの普通3本くらいのギターがやる役割を一人でやる感じっていうのは、やっぱりネジが外れてるなと思ったんですよ。どういったこだわりでそうなっていったんですかね。分けないというか、ユニゾンでマニピを敷かない感じ、はいはいはい、全部が生音である感じって、まあ、ずっとこうバッキングだけ弾いててリードが流れてたらちょっと変な感じするかもしれないですけど、まあ、バッキングをマニピで流すだったりとかライブ用にちょっとこう簡易化するとかいろんな手法あったと思うんですけど、自分からしか音を鳴らさないっていうこだわりっていうのはやっぱあってのことだと思うんですけど、どうなんでしょうかという。なんとなく暗黙のルールがユニゾンスクエアガーデンの中にあって、はい、3人が人力で出せる楽器は同期で流さないっていう。だからあ、そうか、同期で流れる音がゼロってわけじゃないですわけですもんね。曲によってですけど、うんうん、1割に満たないかな。曲ワンマンがあったら2曲とか、そうですよね、うん、ぐらい。だからギターそれからコーラスは流してはいけないっていう暗黙のルールがなんとなくあってでもなんかそこに違和感を感じたことは一回もなくって。そうですよね。自分がこうバンドのライブを見に行った時、その3ピースバンドであるとか、まあ4ピースバンドであるっていうライブを見に行った時に、まあそれこそギターソロ弾く時にバッキングを同期で流してるっていうのを見ると反則じゃんって思っちゃう自分がいてずるじゃんって。なるほどなるほど。ちょっとこの例えが合ってるか分かんないですけど、サッカーでじゃあゴールキーパーがフリーキックを蹴るって言った時に、補欠のキーパーがこっちのゴール守ってるみたいな、12人じゃんみたいな、はいはいはい、そこだけ潔癖だっていう。なるほど。だから、まあ、レコーディングではもちろんギターも何本も何本も重ねるけど、はい、ライブは極力人力でやる。だから僕すごくそのギター弾きながら歌えてすごいねっていうのは言ってもらえるけど、はい、実際ベース弾きながらコーラスしてる田淵も相当だしドラム叩きながらコーラスしてる高も大概だと思うのですごいですよね。同じような、まあ哲学だったり同じような美学だったり同じような常識でやられてるバンドっていうのはもちろんいっぱいいるのは当然だと思うんですけど、ユニゾンスクエアガーデンの場合はそういう曲の作りじゃないわけじゃないですか。曲の作り的にはそういうギターもやっぱり多重録音に多重録音を重ねたり、歌とかもそれこそパンチインパンチアウトをこう駆使しないと本来だと成立しないような曲の作りをしているもので、それをやっているところが多分相当な得意性になっているのかなという気がします。
あでもそれもさっき話したように本当に知らなかったからそうだっていうえみんな同期で出してたんだとかそこもかそう、みんなその、そこ歌わないで他の人に歌わせてたんだっていうのを知らなかったからもうやるしかなかったっていう、はいはいはい、で一方で1020は同期を出すタイプのライブになってたと思うんですよ。出すタイプです、うん、1020のライブのこだわりとかって何かこう言語化できるものございますでしょうか。まあ、再現性、はい、音源の再現性っていうところがまず根っこにあって、はい、でその再現性をちょっと矛盾するんですけどどうぶっ壊すかみたいなところで、はいはいはい、ライブならではのものを作っていくっていうことを目指しているんだけど、でも実はあの1020ってコロナ禍の煽りをめちゃくちゃ受けてるバンドで、はいはいはい、2020年1月デビューだからそうですよね。ここからこの曲たちをライブで広めてその育ててっていうことが全然できなかったそうなんですよね。だしできずにいるバンドなんですね、うんうん、で1020のライブってこうなんですって言えるほどやってない。確かに、うん、本数がそうですよね。そうなんですね。まあでもマニピューを入れるっていう判断って、うん、そのユニゾンスクエアガーデンではおそらくありえないと思うので、うん、そこら辺なんかちょっと入れてみてどうでしたかっていうのは聞いてみたいかもしれないです、まあ、まだ勉強中ですけど、そのさっき言った再現性がまずあってそれをぶっ壊すっていう順番をちょっとその再現性のレベルを落としてでも生に近いもので成り立たせる、その音源とはまた別っていう考え方を持とうかなっていうのが次のツアーにしようかなとは思ってて。そうですよね、うん、あの対談するのが2年ぶりぐらいなのかな、ね、になると思うんだけど、この2年で相当環境変わったんじゃないですか。変わりましたね。お噂は金がね今 どんな感じで日々過ごしてるんですか。今ですか、うん、社長業と、うん、プロデュースとアーティスト業を同時にやっているという状況ですね、うん、はい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 。なのでちょっとやばいですね。やばいですよね。ちょっとやばいですね。心配はしてないんだけど、どうせうまくやるんだろうなと思ってるから。マグロのようにでもやっぱ環境の変化はすごいだろうなって思うと同時に、はい、自分自身がすごく大事にしてるのがもう自分がミュージシャンであるっていうことを心の真ん中に持って過ごしてるから、それ以外、まあ、もちろん地続きだとは思うけど社長業プロデュース業っていうのをした時に自分のパフォーマンスにどんな影響があるのかなっていうのはすごく興味があって、あそれは結構いい影響を及ぼすことが本当に多いんですけど、なんかどっちかというと世の中に作品を出す出さない関わらずおそらく死ぬまでラッパーみたいなところがあるから、ラップしなくてもラッパーだから、なんか普段の生活の種類が何になっても、まあだから多分コンビニでバイトしてても変わらずラッパーだろうし、ラップするだろうしラッパーだろうし、まあ結果曲は作るんだろうし、昼間アイドルグループとかをやっててもラッパーをやるし、まあそういう意味で言うとずっと何かしつつだったので、マインドセットとかメンタリティは変わらないけど、外的要因が増えれば増えるほどそれはやっぱ消化して音楽に関わってくることはすごいありますね。特にプロデュースに関しては自分を客観的に見えるのと、さっきの船長の話でもちょろっと出ましたけど、奮い立たせる要素みたいなものにずっと背中を押されてきてるとこあるんですけど、船大きくなったなみたいなところで言うと、なんかよりステージに上がるときになんかかっこいいとこ見せないといけないなみたいな責任とか覚悟とかが増して、責任が増せば増すほどこう天秤が釣り合い取るように覚悟も強くなっていくから、アーティストとしてのフィードバックは本当に大きいですけど、なんかほら音楽家ミュージシャンとアーティストっていうのはあの別にイコールじゃないじゃないですか。その何かを持ってして表現をするものを作るっていうことに関してはすごいフィードバックあるけど、音楽家っていうところは特に変わらない気がしますね。良くも悪くも、時間がないだけです。ただ時間ないよね。時間がないはしんどいですね。そっか、それは本当にしんどいですね。いや睡眠時間だけは確保してほしいなと、そこは心配してます。そうですよね。ちょっとね、なんとかしますでもやっぱりラップラップって、ね、あの僕が言うと安っぽく聞こえちゃうかもしれないけど、生き様を落とし込むじゃないですか、はいはい、
だからそういう意味ではこう誰も経験し得ないことを当然のように自分からこう突き進んでるスカイハイがその人生をラップにして曲を出していくっていうのがすごくかっこいいなと思ってるし、その今まさに環境が変わった今のアルバムとかもなんかすごく良かった。ありがとうございます、うん、し呼ばれたかったなって思った確かにそれには申し訳なさが募るあのアルバムはあれなんですよね、フィーチャリングが自分より下の年齢でこう限定しているっていう。あ、それはしょうがないな。そうなんですよ、先輩だからな。そう、そうなんですよ、そういった限定がね。でもなんかそこもすごくこう対比じゃないけど、はい、さっき言った責任とかその船でかくなったな感っていうのが、はい、幹が太くなった感じっていうか、はい、スカイハイのね。そうですね、うん、まあ、素直にすごいなっていう今だそう、あと音楽に対する依存度もやっぱ強くなるし、変な話なんですけど、うん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 、今ライブとかやっぱもうすごい最高ですもん。ああそうなんだ。リハとかも最近なんか気がついたら フルでやってたりするんですけどできる人だからね。いやなんかでもライブをしてる時間、まあ、リハもそうなんだけど仕事の連絡が来ないから、はい、音楽のみに集中してていい時間、そんくらいひっきりなしってことか。世の中が音楽のことだけをやっていていい時間をくれてるのはやっぱライブの時だけだから、そこに対するなんか没頭というか没入はやっぱすごいですね。あ、そうなんだ。スカイハイのステージングは俺には絶対にできないことをやってるから。斉藤さんと田淵さんでいうと田淵さん寄りですかね。田淵寄りですねなんとですね、もう斉藤浩介さんとお別れの時間となってきました。ラストの質問ですね、うん、斉藤さんが今後アーティストとして目指すものは、目指しているところは、進むべき先は、そういったものは一体どういったものになるんでしょうか。難しいですけど、はい、ある意味ではもう達成されてることで、うんうんうん、僕は音楽をやりたい人だから、はいはいはい、音楽をやれてる時点でもう達成されてる部分がすごく大きくって、はい、進むべき先っていう意味では自分が素晴らしいと信じてる音楽を素晴らしく鳴らすっていうだけでは、うんうんうん、届かない人たちにもちゃんと届くための道を作るっていうことはやるべきことだなとは。そうですよね、はい、思ってるかな。なるほど。60、70、80と人間として年齢を重ねていった時に、なんかイメージって湧くものあります？まあ、田淵がどんくらい動き回れるのかみたいなところもあるし、田淵さんは80でも行くと思いますよ。行くかな。全然変わらないっていう。まああとはその体が元気じゃないとできない音楽をやってるから。そうですよね。無理になるまではやろうとは思ってるけど、無理になるときは80までって考えたらおそらく来るだろうなと思うから。そうですよね。多分その時はその時でその時なりのやり方があるはずとは思ってる。やれることも変わってくると思うけど、そもそもやりたいことも変わってくるだろうし、うん、それは本当にあるでしょうね。1020もいよいよ再始動というか、なんという言葉を使えばいいのか分かんないですけど、うんうん、コロナ禍の影響をこうもろに受けたっていう話をされてましたけど、そういった意味では今度こそっていうところもあると思うので、うんうんうん、楽しみにしております。ありがとうございます。ありがとうございます。スカイハイがナビゲートしてきました WOW ミュージック、いかがでしたでしょうか。いや、どこにも出てないエピソードは出たんじゃないですかね。ただお互いやっぱりそのエピソードを出し尽くしているということをお互い認識しているのも確かなので、次はまたエピソードを作ってね、新作エピソードを作った状態で挑みたいなと思っておりますよ。いやでも本当に楽しかったし、やっぱ久しぶりに会えると嬉しいです。すごい嬉しいです。うん、そんな今です。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はスカイハイでした。